それでは鳥取大学行ってみたいと思います。今日の長文の全体像はこちらで、質問は6つあるんですが、まあ、ちょっとさすがにこれ全部やってるとですね、視聴時間が長くなりますので、最初の4問行ってみたいと思います。国立ならではの問題ですからね、頑張っていきましょう。サメさん行ってみたいと思います。まずは問いの2番の質問の指示ですね。まずはこちらの一読をお願いします。サメさん、こちらの現在という話なんですが、今見えている第1段落と第2段落、これを読めば現在の話がわかるかと思いますので、検討をお願いします。サメさん、現在を示す表現はこれですよね。で、説明の指示にある通り、悲しかったりイライラしたり塞い込んだりする、それがこのあたりにも書いてますからね。で、文末で these feelings ということで言い換えられております。ですから正解はこの三角括弧でくくったところ、このあたりが和訳できていれば大丈夫かと思います。で、皆さん読んでみると、まずは無視したり減らしたりするんですね。で、これらの感情、つまり悲しみや嫌な気分ですよね。で、そうした感情の重要性、それを無視したり減らしたりする、重要性を無視するというのは問題ないんですが、重要性を減らす、ちょっといまいち日本語はねっていうふうに感じる方は、例えば重要性を軽視するみたいな感じでまとめていただいてもよろしいかと思います。ですが正解は、悲しみや嫌な気分の重要性を無視したり軽視したりするようになった、これに近いような感じで書けてあれば正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。で、皆さん、先ほどの続きの問いの2番ですね。この過去の話が今見えている段落の中で見つかるかと思いますので、一読していただいた後、検討をお願いします。サメさん、過去を示す表現がここにありましたね。で、問いの2番の説明の指示のこの前半部分ですね。それが本文こちらに合致いたします。ですから正解はこの波線のあたりですね。そこを訳すことができていれば正解ということでよろしいかと思います。ですから毎日の生活、日常生活の中で普通の部分、つまり正常な部分ですね。そういうものとして受け入れられていた。そんな感じで書けてあれば正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。今度は問いの1番ですね。第5段落一読していただいて検討をお願いします。サムさん、下線部1番に this と書いておりますので、これも直前ですよね。ですからこの三角括弧でくぐったところ、これに該当する選択肢を皆さん選んでいただいたかと思います。で、皆さん念のため意味を確認しておきますが、まずは受け入れたり対処するんですね。それは必然的な不運、じゃあどういうものとしてということですが、人間の生活の正常な一部、そういうものとしての必然的な不運、それを受け入れたり扱ったりすると、対処するという話でございます。ですから選択肢の1番は、短期間、短い期間という話は書いていないですね。で、選択肢の2番も、異業という話はないですね。で、選択肢の3番、すっ飛ばして選択肢の4番、シェイクスピアの悲劇も該当箇所に書いていないですね。で、一方選択肢の3番であれば、まずはこのあたり、 Difficulties and Hardships、 それがこのミスフォーチュンと言い換えられてるんでしょうね。で、 Cope with、 これが Deal with でしょうね。で、選択肢の3番の一番最後、 Common for most people、 それがこの Normal part of human life、 ここと言い換え可能ということでよろしいかと思います。ですから正解は3番ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、先ほどの続きでございます。皆さん、注釈ここだけついております。ギリシャの哲学者エピクロス。で、皆さん、今見えてるところは説明に関係がないので、一読だけお願いします。さあ、皆さん、先ほどの段落の続きでございます。皆さん、こちら下線部2番ですね。これは和訳でございますので、一読していただいた後、検討をお願いします。で、皆さん、解説はホワイトボードでいたしますね。さあ、皆さん、和訳いってみたいと思います。皆さん、模範解答は下に書いてますからね、これを参考にしながら聞いていただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、出だしですね。
In other words は前置プラス名詞でございますので M、つまり就職後ですので丸で囲っておきますね。そして Bad moves は先頭にある名詞でございますので主語で、Help は動詞ですが、皆さん文系は大丈夫ですね。そうです、Help を見たら第5文系、つまり SVOC ですね。で、文末は前置プラス名詞ですので M。で、改めて思い出していただきたいのは SVOC、 その O と C の間には主語・述語の関係性がありましたね。ですから皆さん文系構造は大体こんな感じですね。例えばさん、どっから訳すのかということですが、文頭の In other words は1番目、そしてその後は主語ということでよろしいかと思います。で、皆さん動詞の Help ですが、動詞は一番最後の方に訳した方が綺麗に決まります。で、その後皆さんまた別の主語が出ておりますので3番目に訳していただけると OK です。で、その後皆さん述語ですから、なるべく最後の方となってくると皆さん4番目はここに当たりますね。で、皆さんこの右側もはや文章ないですから、あとは述語のところに戻るだけで、最後は残った動詞の help、 この順番で訳すと綺麗に決まります。ですから言い換えれば bad moods、 嫌な気分で、主語ですからわーとかがーでつなげていただいても OK ですが、動詞は皆さん help となっておりますので、おかげでというふうにつないでいただいても OK です。で、その嫌な気分のおかげで、私たちが困難な状況で、もしくは困難な状況において、より用心したり、より警戒したり、そして集中したりするんですね。そのことに help 役立ちますという感じでいかがでしょうか。ご自身の和訳とこちらの模範解答ですね、照らし合わせていただけるとよろしいかと思います。サミさん、先ほどの続きでございます。まずはこの第12段落ですね、一読だけお願いします。さあ、皆さん、続いての段落でございます。今度はこのトの4番ですね。一読していただいて、検討をお願いします。さあ、皆さん、これもディスと書いておりますので、直前の内容ですよね。ですから、この三角括弧で食ったところ。これ皆さん、該当する選択肢を選んでいただいたかと思います。そうすると皆さん、選択肢も一発ですよね。そのまんまでございます。ですから正解は2番ということでよろしいかと思います。サミさん、お疲れ様でございました。和訳や記述説明が中心でしたので、訳す順番に関して振り返ってみたいと思います。まずは括弧1番ですね。なるべく最初に主語を訳す。で、括弧2番動詞は後回しの方がうまくいく可能性が高いですね。で、括弧3番前置プラス名詞、右側から左側訳し上げる、こちらがおすすめです。そして注意点も聞いてください。今日は出てこなかったですが、カッコ1番カタカナ、それはなるべく漢字やひらがな。例えばインストール、これまずインストールするとカタカナで訳すよりかは、うんたらかんたらを設置するというふうに訳した方が点数が見込めますからね。そしてカッコ2番意訳より直訳、これまず意訳をするとですね、ごまかしたんじゃないかというふうに受け取られかねないので、多少硬い日本語になったとしても直訳の方が安全です。ですので、国公立大学を目指す方、和訳や記述説明多いですからね、配点が高い分意識していただけるとよろしいかと思います。ということで、スクリーンショットする方はどうぞ。では、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。